あラがとさんざちゆずひこです。それでは今回なんですけども、神頼みした結果、ペイペイチャンスは当たるのか合計32回ペイペイチャンスが外れたキャッシュレス系 VTuber の末路ということで、今回はですね、先日の動画でもお伝えした通り、キャッシュレスの神社に行ったその後ということでお伝えしていこうと思います。まだ前回の動画見てない方がいらっしゃいましたら、この動画の一つ前の動画をチェックしてみてください。 一応、ちょっとだけ前回の動画についておさらいをすると、キャッシュレスの神社に行って、写真にも出てる通り、おみくじが大吉だったということ、そして、この運を持ったまま買い物をしたら果たしてペイペイチャンスが当たるのかという感じですね。まあ、これまでですね、随分前に当たって以来、今日まで32回ペイペイチャンスが当たってませんでした。そして、ここからは少し購入したもの、もしくは食べたものの実写の動画を流します。そこから一つ一つですね、当たったかを見ていこうと思います。 ということで実写の動画でした。今ですね、こちらの写真にも出てる通り、スーパーで野菜やサバ缶を購入して、飲食店にてうどんを食べて、そして帰り際にセブンイレブンにて、僕の大好きなバナナチップスチョコを買ったということでした。もちろんですね、これはワクワクペイペイの時間帯で、そしてワクワクペイペイ対象の店舗でペイペイ決済をしています。それでは、じらしにじらして結果を一つ一つ見ていこうと思います。まずは、スーパーでお買い物をして、ペイペイチャンスの結果がですね、 こちらですね。じゃん見事に外れました 922円分のお買い物をしてご覧の通り20%分の184円が戻ってきてるということですね。そしたら気を取り直して次のうどん屋さんですね。こちらもすごい美味しかったです。そしてこの決済をした結果なんですけども、こちらですね。じゃんなんとこちらもう見事に外れてしまいました。900円の決済をして20%分の180円分が戻ってくるということですね。そうしましたら最後ですね、こちらのセブンイレブンで購入したバナナチップスチョコなんですけども、 こちらの結果がどうなるのかもうおみくじを引いて大吉を引いて運気もアップして当たるのかもしくはまた外れて記録更新になるかそのドキドキの結果がですねこちらですじゃんなんとなんとですねなんと 当たりました。見事に1000円分が当たりました。まあ、外れた日から35回目にして、なんとですね、ペイペイチャンス1000円分が当たりました。いや、これやばいですよね。思わずコンビニを出る瞬間に、小さくガッツポーズをしたことを恥ずかしくて誰にも言えないんですけども、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。あの神社のおみくじの大吉が効いてるのか、もしくは、僕がこのバナナチップスチョコに対する思いが届いたのか分かりませんが、もう素直に嬉しいです。そして、この帰り際のタイミングという展開が、またちょっと面白い 面白すぎましたね。動画としたらここで外れて終わったら、まあ記録更新ということで、まだ僕の PayPay ペペチャンスが当たらない動画が、まあネタとして続けることはできるんですけども、まさかここで当たってしまったので、まあこれも一つの区切りとして、今回はですね、この当たった PayPay ペペチャンスの分、そして少し上乗せして、僕のお気持ち程度なんですけども、ちょっとしたプレゼント企画をしたいと思います。というのもですね、ありがたいことに、このチャンネル登録者数がなんとですね、4000人を超えたので、 まあ何かしらの企画をしようかなと思ってたんですけどもここでタイミングよく PayPay ペペチャンスが当たってまあチャンネル登録が4000人を超えたということでしたのでここだなというふうに思いましたいやだけど本当にいつも見ていただきありがとうございます で、今回のプレゼント内容なんですけども、こちらですね。PayPay ペペの500円分を4名様にプレゼントをしたいと思います。で、応募条件としたら、今回は Twitter を使います。で、コメント欄に、アットマークで始まる Twitter のアカウントを下のコメント欄に書き込んでください。この動画のコメント欄ですね。まあ、僕の場合だと、アットマーク、ゆずひこ、アンダーバーブログという感じですね。こんな感じに、ご自身のアカウント名を書いてください。ここから抽選でランダムに決めたいと思います。 特にツイッターのフォローやリツイート、あとはチャンネル登録が条件というのは特にないので、気軽にコメント欄にご自身のツイッターアカウント名を書き込んでください。応募の締め切りは今日から1週間です。お盆が終わる8月の8日から8月の15日木曜日の23時59分までにしたいと思います。当選者の発表は僕のツイッターアカウントからお知らせします。 で、当選者の方には、PayPay の専用の受け取りの URL をお送りさせていただきます。でまあ、ないと思うんですけども、注意点として、あからさまに大量生産したであろう不正なアカウントなどがあったら、もうあらかじめ僕の方から抽選から除外させていただきますので、ご了承ください。ちなみに概要欄の上の方に書き込んでしまうと、動画のオチが分かってしまう可能性があるので、概要欄の下の方に、念のため応募条件について改めて記載させていただいてますので、チェックをお願いします。まあ、この動画のタイトルとかも、プレゼント企画ということも特に記載はして、 してないのでまあ、それはそれでちょっと面白そうだなというふうに思いました。 普段ですね、見てくれてる視聴者さんに、まあ、この PayPay ペペの残高を使ってワンコインのランチ、もしくは僕の大好きなセブンイレブンのバナナチップスチョコが3袋買える程度なんですけども、使い方は自由ですのでお任せします。本当は改めましていつも見ていただきありがとうございます。僕もですね、YouTube を始めた当初はいつも1から10再生あたりを行き来してたので、今思えば動画投稿を今年の4月から始まって4ヶ月程度なんですけども、まさかここまで行くと思ってなかったので、自分でもめちゃくちゃびっくりしています。まあ、今後もで ですね、今ぐらいのペースでのんびり投稿していこうかなと思ってますので、今後も気分転換程度に見ていただければ幸いです。まあ、そんなこんなでですね、今回は PayPay ペペチャンスがついに当たったということを、そしてちょっとしたお気持ち程度なんですけども、プレゼント企画についてお伝えをさせていただきました。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。ご応募お待ちしております。